はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい、もう夕方でございます。早いですね。はい、えー、一応ここまで塗り終わりました。はい、えー、今日ね、葉っぱを塗ってしまおうと思います。それでね、明日背景で終わり、終わりでね、えー、まあ、いろいろね、作りたいと思います。はい。えー、まあ、っていうか T シャツなんですけど、はい、えー。こちらのね、T シャツが欲しいっていうご意見があ結構ございますので、えー、 買えるように皆さんにご案内いたします。お欲しい方はどうぞ。はい、えー。1枚、1枚、1枚。そんなにね、あの、今15日までなんですけどね、宣伝させていただきますと。15日まで、あのーな、薄手の、薄手の冬物ですね。薄手の冬物は800円引きで、厚手のちょっと高いものは1000円引きになるようです。はい。でもね、あの、600円ね、送料がかかるんで、まあ、 実質300円、400円引きになるとは思います。何か欲しいものがありましたら、あお知らせください。はい。あ、えと、ー、でね、えー、これが完成しましたら、あ買えるようにね、えー、貼っておきます。私の利益の方は1枚100円でございます。はい。どれを取っても1個、1個というかね、 一つ百円。はい。利益が入るようになってますけど。はい。まあ多分買う人もそんなにいないと思うのでね。はい。えー、まあ他の方、だいたい五百円ぐらい設定してるみたいなんですけど。はい。まあここら辺はあいつものおように。 そういう感じです。まあ自分でね、自分で買うのもただでは買えないんで、自分で、えー、自分で作ったものをお金を出して買ってるんですけどね。<laughs> まあまあ、あ、そういう感じでございます。はい。まあ、工場でね、なんか一枚一枚作ってくれるんで、はい。えー、注文してから届くの多分2、3週間かかります。はい。で、色は選べます。はい。 えー、T シャツの色とかトレーナーの色は選べます。はい。えー、ちょっとね、パステル系のカラーだと、あのー、安いです。はい。でも、ちょっと濃い、濃い黒とかね、えー、多分染料の関係だと思うんですけど、濃い色だと、おちょっとね、えー、400円かな ?600 円かななんかちょっと高くなるんですよ。 はい、えー。なので、えー、私はいつも薄い色のしか注文しません。<laughs> はい。<laughs> はい。まあ、そういう感じで、はい。注文っていうかね、自分で大体作って、えー、る感じなんですけどね。で、えー、この前は、あね、えー、大好きなあイラストレーターさんのがあ、トレーナーがあったんで、それをね、えー、ピンクので注文しましたけど、はい。 まあそんな感じです。今度ね、えー、出来上がりましたら、あお知らせいたします。はい。えー、今日最後のね、えー、ニュースでございます。はい。本題に入るのが遅くなりました。はい。えー、これ野中晋介さんがね、えー、配信してくださってたんですけど、まあ、面白い事実が出てきましたよ。はい。何がかというとね、えー、とある県のね、 はい。とある県の、あのー、知事さんですね。はい。とある県の知事さんが、なんとね、はい。あのー、謎の液体ですね。謎の液体をね、えー、どうやらあ、食べていなかったんですって。それでね。 えー、その地域のね、ご自分の地域のね、県の民にはね、食え、食えってすっごいしつこく言ってるんですよね、この方。はい。えー、まあそういう感じですね。あっち側というのはそういう感じです。なのでね、今後ともこういう方がね、どん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 増えていくと思いますよ、私は。はい。えー、実際にはね、多分食べてない人多いと思います。はい。 えー、表に出てきたのがね、えー、この方ということで、もう一人いましたよね。ご用だご用だのね、学者さんが。はい。まあ、そんな感じでございます。あ、なのでね、多分ね、正直言って、本当に食べてる人ってね、そんなにいないんじゃないかなって思ってます。だいたいね、知事クラス。はい。まあ、その下は別ですけど、知事クラスまではね、あっちのお手つきが多いって私聞いてます。はい。 えー、なのでね、多分ね、食べてないでしょうね。知ってますから。はい。えー、知っててね、食べるっていう人はよっぽどだと思いますよ。はい。まあ、そういうことですね。はい。えー、こちらね、えー、新聞にもね、載ってました。はい。こちらの新聞の URL の方を、ぺったんこーってしておきますので、皆さん見に行ってくださいませ。よろしくお願いします。こういうのばっかですね。 でもこれが現実なんですよ、本当に。ね。もうね、日本人は目覚めないとダメです。はい。やられてばっかりだとね、えー、本当にね、えー、このね、優秀な遺伝子がなくなってしまいますのでね。はい。えー、目覚めてください。そしてね、食べてしまった人は、運悪く食べてしまった人は、まあね、ゲノドックドックをしてください。デトックスでございます。はい。えー、それのみでございます。はい。 えー、まあね、中にはほんとね、えー、ちょっと、あー、あ、なんて言ったらいいんだろう。あんのね、ポンタンの人がいてね、2回だから大丈夫っていう人がいるんですけど、ダメです。はい。他のものも入ってますからね。はい。いろんなものが入ってますから、何がどうなるかわかりません。なので、えー、デトックスは、はい、えー。必ずやってくださいね、ということでございます。はい。 それではあ、今日もね、一日お付き合いいただき、皆様ありがとうございました。そしてね、また明日も、はい、元気で、えー、皆様とお会いできることを楽しみにしております。沖縄おばばでございました。今日もありがとうございました。